はい、皆さんこんにちは。私は石川照久です。この衆議院選挙、こちらの新しい日本を作るために日本維新の会から神奈川10区、川崎市、川崎区、そして幸区、そして中原区から立候補を予定させていただいております。私は大学を卒業した後、株式会社やらせに勤務し、そして元総理大臣であります畑勉先生の秘書をさせていただき、そして神奈川県で県会議員を3期12年間務めさせていただきました。今回の選挙、まさに新しい日本の国を作るため、私たちは日本維新の会橋本代表代行、そして前石原都知事と一緒に新しい日本を作る、そして地方分権と言いながら今まで国政だけしか経験してない大勢の議員がたくさんいます。私たちは地方できちっとした実績を残し、そして新しい国政の在り方、そういうことを目指してこの日本維新の会から国を変える、そしてこの川崎から日本を変える、そのようなつもりでこちらで頑張っていきたいと思います。私自身も株式会社やなせ時代に東京選議会会議所の中で委員長、そして理事を経験させていただきました。地方が良くなるためには地方のことをよく分かった議員が国の中で仕組みを変えていかなくてはなりません。そのような中、私たちはこのそれぞれの地域で日本を変えるために日本維新の会から大勢の仲間が出ております。私は後ほどいろんな形で政策を述べさせていただきますけれど、一つ一つのテーマに誠実に頑張って皆様方と一緒にこの地域を変えていきたい、国を変えていきたい、そのような思いでこの地域を新しい日本づくりをさせていただきます。ぜひともこの神奈川10区に日本維新の会その代表として政治、そして地域、そして心の在り方を頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。